こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながろうテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本は千田拓也さんの人生で大切なことは全て書店で買えるという一冊になります。出版社は日本実業出版社です。こちらの本はですね、私が、高校生の時に出会った本です。本の記録を読書メーターというアプリで行っているんですけども、その記録を見ると、意識せずとも何度もですね、再読をしているようでした。千田拓也さん、いわゆる自己啓発本を多く書かれていまして、自己啓発というだけでですね、聞くだけで経営する方っていうのは、読書が好きな方にもいらっしゃる傾向というか印象を私は持っています。あえてジャンル分けをするならば、そのような本を多く読んでる時期もありまして、どの本でも言われることはなんか同じだなというふうに感じ始めてから、あえてジャンルを選んでないんですけども、自己啓発本から距離を置くようになったかなという感じはします。ただそれはですね、無駄な時間ですとかお金ではなかったように思っております。今もこうしてまた再読をしていろいろな気づきを得ることができました。こちらの一冊はですね、本を読むことに関する指南書という立ち位置になります。本の選び方から読み方まで大体80の項目で書かれています。読書会の場などでも本に関するアドバイスを求められることがあるんですけども、その多くがこの本に書いてあるなというふうな印象を受けました。おすすめの本を聞かれるとついつい自分が好きな本を紹介してしまうんですけども、その時はですね、最近はその気持ちをぐっとこらえまして、本屋さんでピンとくる本を探してみるといいですよというふうにお答えをしてます。誰かがおすすめした本がつまらなかったら紹介してくれた人のせいにすることもできます。ただですね、つまらないけど教えてくれたから最後まで読まなければっていう罪悪感も発生してしまうんではないかなと思います。それほどつまらない読書の時間ってないよなと思います。私が本が好きなのは自分のペースで考えることができるからっていうのが一つあると思っております。我が家にはテレビがないので、バラエティ番組を見ることは、最近はもうほとんどありません。なんか効果音とかで笑うタイミングを指定されるような感じがどうしても合わないなというふうに感じることがありました。本であれば分からなければ何度も立ち止まるところができます。逆に感動するところを自分で見つけ出した時の喜びっていうものはなんか倍増するものだと思っております。ほぼほぼ納得いく内容だったんですけども、一つだけまだ納得がいかないところがありまして、27番目に買った場面が思い出せない本は整理してもいいというものがありました。自分にとってですね、大切な人との出会いっていうものはその瞬間まで私は覚えているものだなというふうに感じております。ただ出会った場面が思い出せないっていうことは、思い入れが薄いことなので整理の対象にしてもいいという内容になります。概ね同意なんですけども、私は手放したことをですね、悔やむ本っていうものがありまして、手放してしまったがゆえにタイトルが分からずにモヤモヤすることもありますし、そのような経験をしてからはなるべく本は手元にですね、残しておこうと思っています。一度読もうと思った本には必ず意味があるっていうのが私の持論になっております。一度読んでみて分からなかった本も、挫折してしまった本も、いつかまた手に取ってみたくなるような瞬間が、可能性がですね、あると思っております。なので手に元に残しておきたいなというふうに思っております。整理してもいいという表現なので、否定はしてないんだなというふうに捉えておこうというふうに思っております。最後まで聞いただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催状況につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。